はい、おはようございます。2月21日7時5分の相場解説です。このデイリーを見てみますとですね、かなり大きな陽線が出ています。この陽線が大きく育った時にこちらですよね、こちらのね、力点を超えたから大きく解放されたというふうに、まあ、振り返ってみるのがよろしいかと思います。ですんでこのね、いつもなんですけども高値を超えたら大きく伸びる可能性があるんだよってことなんですよね。こうですね。で、まあこういうふうに、右肩上がりになっているってことですよね。で、同じように安値を超えたら大きく下に行くってこともあり得るんですけども、全体トレンドの流れが右肩上がりですから、安値を超えて大きく下に行くってことよりも高値を超えて大きく上に行く可能性の方が強いわけで、今回はこれが出たわけですね。まあ、そういうふうに考えていけばいいんじゃないですか。で、4時間も同じです。前回お話ししたようにこちらとこちらを結ぶとですね、こういうふうな力点ができて、ここを超えたら大きく上に行くよって言ったところで、ここを超えて大きく上に行ったわけですよね。で、一旦ここで調整して利確があって、さらに買いが大きく入ったということで、まあ、N ができてるわけですね。それでは1時間の方です。1時間の方は昨日申し上げましたけども、ここね、ずっと横ばいに見えますよね、この辺は。で、こちらのゾーンを超えたところで大きく上昇すると。で、調整が入って、N を書くようにしてまた上昇と。で、こっからの私のね、二つの仮説ですけども、下がって、こっからね、下がっていって、ヘッド&ショルダーみたいになって、大きく下に下がることを考えなくちゃいけないですよっていうのが一つ。もう一つは、もう一回 N のような形を書いて上に行くんではないかなというのが二つですよね。それ以外になった時は、もうちょっと様子を見ましょうっていうお話をしました。で、多分今回は、それ以外の方に入るんではないかなと。こっから、ちょっとね、勢力を弱めて、こういうふうになんかこう、横ばいに見えるような感じになるのかなと、こう、ぐにゅぐにゅぐにゅっと来てますよね。で、当然ですけど、これは、フラグを書く、フラグじゃないわ、ペナントを書く可能性があるんで、大きくブレイク、入ってきた方向に、また抜けていくみたいなことがあるかもしれないなっていうふうな考えをおぼろげに持ちながら、今後見ていきましょうってことになります。今回は以上ですかね。じゃあどういう風になるか見ていきましょう。ペナントになるかな？ペナントかな？って気がしますけどね。それでは失礼します。